どうもこんにちは、夏までもうちょっとしたら終わるかなという感じなんですけども、だいぶね朝は涼しくなってきました。で今回ご紹介するのはですね、ワークマンの冬物の靴です。冬になって買おうと思うとですね、だいたい品切れなので、早いうちに買っとこうと思ってですね、ワークマンプラスに行ってきました。いろんな靴があったんですけども、僕が選んだのはですね、ケベックネオという靴です。高部分がですねポリエステル 100% となってまして、底の部分がゴム底になっているという靴です。で実際にね試し履きしてみたんですが、僕の足がですねだいたい27センチぐらい、 LL でもね全然履けたんですが、余裕を持って履こうと思えば 3L なのかなという感じだったので、サイズはね 3L としてます。普段ね僕が履く靴っていうのもスニーカーとか、だいたい28センチとか、1サイズ2サイズ大きいものを履くんで、ピタッとしたものがね欲しいという方は LL でもいいのかもしれません。でこちらがね付属の紙なんですけども、まずねアイスソール、これは氷と雪に対して、滑り止めの効果があるということでしょう。で、抗菌防臭加工インソールデオプットということで、冬の靴っていうのはですね僕あんまり洗わなかったりするんですが、あんまりね洗わなくても防臭加工が施されてるっていうのはちょっと安心できるんじゃないかなと思います。で、あと防水加工か。でこちらに関してはですね、この靴自体が縫い目をなくしてレインブーツ並みの防水設計と、これね後で革に入ってみようと思うんですが、一応防水設計になっているということです。で保温性の高いボール状中綿を使用しているということで、かなりね暖かいと思います。実際にね触ってみた感じ、履いてみた感じ、かなりね冬でも暖かいんじゃないかなという印象を受けました。で価格なんですけども2900円、これは安いですよね、やっぱりワークマンって。ただね安いのはいいんですけど、ワークマン、仕事とかでですねワークマンの靴を買ったことがある、もしくは今使われてる方っていうのはですね、ワークマンの靴に対してどうなんだろうな、耐久性に疑問符がついてる方が多いんじゃないかなと思います。僕もですね過去にワークマンの靴、仕事上必要になってですね何回も買ったんですけども、長持ちしないっていう印象です。でうちの奥さんもですねワークマンの靴、安いものを愛用してはいるんですけども、これもやっぱりね結構買い替える頻度が高いので、靴に関してはですね耐久性どうなのかなって感じがするんですが、この値段なんでワンシーズン持てばいいのかなという感じで、履き潰す感じで使っていきたいなと思ったりしてます。これがですね中身になってるんですけども、だいぶ分厚いですよね。なんて言えばいいだろう、本当寝袋並みの分厚さって言ったらいいのかな。で一応ここは縛れるようになってます。これも手入れただけでねあったかいの分かるんですよ。今さすがに9月なんで暑いです。でこれね黒と青があったのかな、これ青い方なんですけども、なぜ青い方にしたかっていうと、普段は黒しか買わないからっていう感じですかね。なのであんまりね深い意味はないです。でちょっと見ていきたいのがねこの裏面なんですけども、裏面のねこの辺り、このギザギザがある部分は、普通のゴムなんですけども、ここですよね、このちょっと色が紫っぽいのが入ってるところ、ここがねなんかねなんて言えばいいんだろう、紙ヤスリみたいになってるんですよね。触り心地がねヤスリみたいなゴムなので、ちょっと氷の上で実験するっていうのがですね今時期的にできないんであれなんですけども、これは確かに滑りにくいのかなと思います。実際滑りにくい加工はされてるでしょうきっと。で、この辺は縫い目がないですよね。縫い目がないので、剥がれてくるとしたらこの辺から剥がれてくるのかな、どうだろう。僕買っといてこんなこと言うのもなんなんですけど、靴は本当にねワークマンってあんまり信用してないんで、いいものだったらいいなと思ってます。別にワークマンをねけなすわけでもないしバカにするわけでもないんですが、経験上あんまりいい靴っていうのに、出会ったことがないので、これがいいものだったらいいなと思ってますとか言ってるからね、ワークマンと仲良くなれないんでしょうねきっと。でこちらのですねケベックネオなんですが、他のものとねちょっと迷いました。2つ他にも候補があって迷ったのが、まずですね防寒防水サファリシューズ、こちら1900円のものですね。あとね迷ったのがこれです、防寒ラークスハイランダーっていうやつなんですけども、このね防寒ラークスハイランダー結構良かったんですよ、2900円で。ただねこれね遠くから見たら良かったんですけども、中身もねあったかそうでいいなと思ったんですけども、ただね近くで見てみると、このゴムの部分とこの合皮の部分のもう境目って言ったらいいのかな、境目のあたりがもう切り口がね、なんて言うんだろう、もう工場で働いて2日目ぐらいの人が切ったのかなっていうような、それくらいねすごい雑な切り口だったんですよね。
なのでちょっとその雑な感じを見てしまうと、ちょっとなと思って、こちらのですね、ケベックネオの方にしました。で、防寒防水サファリシューズ、これ1900円で安いんですけど、なんで選ばなかったかというとですね、単純にこう見た感じのね、作りが安っぽかったっていう一言かな。なんか本当こう質感の悪いゴムみたいな感じだったんですよね。なのでそう考えるとね、3種類候補あったんですが、まあ、結局ケベックネオ一択だったのかなという感じがします。まあ、どちらを選んだにしてもですね、そんなに長持ちするもんじゃないかもしれないんで、あんまり変わんないかもしれないですけど、まあ、なんか気持ち的にですね、こちらのケベックネオの方がいいのかなっていうのと、あとね、うちの奥さんが冷え性なんですよ。冷え性なんで、まあ、せっかく暖かいんだったらさらに暖かそうなこちらの方がなんか後々ですね、安いけどいい買い物したなと思えるんじゃないかなと思って、まあ、そういう理由もあってですね、こちらのケベックネオを選びました。まあ、あとね、注意点なんですが、これ履いてね、キャンプやろうと思ってます。冬キャンプやろうとは思ってるんですけども、素材がですね、ポリエステル 100% です。なので焚き火とかしてる時ですよね、火の粉が飛んでくると危ないので、まあ、その辺はちょっと注意かなと思います。さあ、それではですね、この靴履いていってみましょう。絶対暑いでしょうけどね。おう、ちなみにね、このズボンは、フレームテックです。ワークマンのね、フレームテックシリーズは、モンスターパーカーも持ってますけども、モンスターパーカーはね、去年いい買い物だった。あれは今年も着ようと思ってます。で、履き心地ですね。履き心地に関してなんですけども、あ、そうだ、これもね、このケベックネオを買った、ポイントだったんですけども、軽い、すごく軽いんで、先ほど候補に挙げたものと比べると、もう履いてない感じですね。もうそれぐらい軽いで、当然ここもね、分厚いので、かなり暖かくなると思います。なんかドラゴンボールのキャラとかが履いてそうですけどね、これ。まあ、この軽さっていうのはね、結構ポイント高いんじゃないかなと思いますよ。まあ、履くときもね、履きやすいんですけど、脱ぐときもこんな感じですぐ脱げます。まあ、それもあってね、僕ちょっとワンサイズ上の靴が好きなんですけど、どうだろうな、これが 3L じゃなくて LL だったらもうちょっと履いたり脱いだりしにくいのかな。でもそんなことないと思うんですよね。きっとこれが 3L じゃなくて LL だったとしても、まあ脱いだり履いたりはしやすいんじゃないかなと思います。履き心地はね、なんとなく分かりました。で、まあ、歩きにくかったりするかっていうと、全然そんなことはないかな。まあ、あくまで僕の感想ではあるんですけど、ただ僕の場合はワンサイズでっかいんで、走ったりはね、ちょっとしにくいかもしれません。まあ、走ったりしやすいのはやっぱジャストサイズでしょうね。ただこう靴履いてね、キュッて締め付けられるのが僕嫌いなんで、どうしてもこのワンサイズ上を買ってしまいます。さあ、今度はですね、防水と書いてあったので、こちらをですね、履いて川にちょっと入ってみようと思います。まあ、そんな深いところまではいきません。ここぐらいまでかな、ここぐらいまでちょっと入ってみようかなと思います。まあ、当然ですね、これ防水ってありますけど、防水っていうのは溶けた氷とかですよね、溶けた雪の中を歩くとか、まあ、そういったことを想定しての防水なんだと思います。ちょっとこうぐちゃぐちゃになっちゃうような感じですよね。そういった感じのイメージなんだと思います、防水っていうのは。ただこのチャンネルでは普通に川の中に入ってみます。いけるな、普通に。これ全然中濡れてない。マジで、あ、結構すごいっすよこれ。濡れないもんですね、濡れないもんですね、これ。すげえすげえ。あ、防水は本当に防水だこれ。このね、靴の中も、あ、分かんないですよね。でも全然濡れてないんですよ。この横はちょっと濡れてるかな。だけど分かりますかね、この撥水感。これでこうやって濡らしても、わかるでしょうか、この撥水感。これは防水ですね。なるほど。そして熱い。
ということで今回はワークマンの防寒ブーツ氷雪耐滑ケベックネオ、こちらをですねご紹介してみました。僕的にはですね今現在出てるワークマンの防寒ブーツの中ではこれがね一番いい選択なのかなという感じがします。そしてですねまだ暑さの残る9月ではあるんですが、すぐにね10月とか11月になります。そうなるとですねこういったものもねなかなか買えなくなってくるので今のうちにですねワークマンに行って、冬の準備をしておくのがいいのかなと思います。これはね結構いい買い物だったと思う。あとは耐久性ですよね。耐久性に期待して今回の動画はここまでで終わりにしたいなと思います。それでは